はい、どうも皆さん、こんにちは、ゆずっです。それでは今回なんですけども、ページ支払い、税金や保険の納付は今、 払い込み書や請求書があれば、5000円から最大1万円が当たるチャンスということで、今回は初めて動画で取り上げるページについての動画ですね。この動画ではページの使い方、で、普段の支払ってる請求書ですとか、払い込み書を支払う予定があればですね、もしかしたら現金が当たるチャンスがあるかもしれないというキャンペーンを含めて、簡単にサクッとお伝えしていこうと思います。それでは、行ってみましょう ということで、早速ですね、もう公式のページを見ながらお伝えしていこうと思います。その支払いページを使えば、100名様に1万円、そして400名様に5000円が当たるキャンペーンとなっております。 で、今回ですね、ちょっと動画で初めて取り上げるこのページというものなんですけども、あの、なんかこのマークとか、なんか見たことがある方も中にはいらっしゃるのかなと思います。というのもですね、普段の、まあ、ここにも書いてる通り、払い込み書であったりとか、請求書に、このようなそのページのマークっていうのが、こう、ちらっと書かれてることっていうのがあるかなと思います。まあ、おそらく、まあ、ちょっと払い込み書って言ってるんですけど、振込書ですね。振込書であったりとか、請求書には、このページのマークが入ってるかなと思うので、 まあ、ぜひチェックしていただければと思うんですが。 まず、このページのマークがついていれば、例えば、金融機関の ATM であったりとか、ネットバンキング、そしてスマホやパソコンからですね、ページで支払うことができればですね、今回のこのキャンペーンに参加ができるというものになっております。で、後ほどですね、僕も実践をしてみたいと思いますんで、そちらも参考にしていただければと思います。ちなみにですね、このキャンペーンの中には、ページって何っていうふうに、振込書とか請求書であったりとか、まあネットショッピング編とかで、まあページ、 の使い方をですねこんな風に漫画みたいに書いてるので、まあ、ちょっと理解できるかっていうのは何とも言えないんですけども、こんな風に使えますよっていう感じで少し参考にしていただければと思います。ちなみにどういったものが振込書とか請求書に対応してるのかっていうと、まあ、ここも出てるんですが、地方公共団体のジャンルであれば固定資産税の納付であったりとか、自動車税、軽自動車税の納付、住民税の納付、法人税の納付であったりとか、 あと、お国のジャンルであれば、厳選所得税の納付、法人税の納付、労働保険料の納付、国民年金保険料、厚生年金保険料、繊維保険料の納付という、まあこういったものも今回の対象になると。まあ他にもですね、一般企業であれば、NTT ファイナンス、あと NTT ドコモとか、KDDI とか、まあこういったところも対象になるので、もし普段の支払いにこういったところが該当しているのであれば、ページで払うっていう一つの選択枠として入れるのもいいんじゃないかなと思います。で、今回のこのページのキャンペーン ペンなんですけども。 この100名様に1万円が当たるというものなんですが、まず期間としたら、2020年の12月14日月曜日から2021年の1月の31日日曜日が該当する日付となっております。意外とまあ、そんなに長いキャンペーンでもなさそうですね。で、キャンペーンの概要なんですけども、先ほどお伝えした金額がこの人数分当たるということ。で、日付もこのような通りですね。で、キャンペーンの内容としたらご覧の通り、いつでもどこでも簡単に支払える電子決済ページを使って各種お支払いをされた方、 が応募できるプレゼントキャンペーンですということですのでまあ、基本的には誰でも参加することができますで商品はご覧の通りですね抽選で現金1万円が100名様現金5000円が400名様に当たりますということでまあ今回ですね僕が今後の動画をピックアップした理由っていうのがま一つあるんですけども ページは本当によく聞く名前の支払い方法だと思うんですが、まあ実際にこのキャンペーンを知ってる方ってそんなに多くないのかなと思ってるんですよ。これは勝手に僕が思ってるだけで、もしかすると何かしらの媒体を使って宣伝とかされてるかもしれないんですが、まああんまりこうツイッターとか SNS 上ではそんなに盛り上がってないですし、まあたまにこうインターネットの広告で見かける程度なので、まあそんなにこのキャンペーンって参加してる方はあんまり多くないのかなと思ったので、今回はちょっと 動画としてピックアップをしております、まあ、もしかするとね僕の知らないところで結構大きく大々的に広告をバーンって打ち出してるかもしれないんですけどもまあ、今回はね僕自身もちょっと参加をしてみたいと思いますちなみにこれは抽選のキャンペーンとなるので普段から別の決済方法を使ってポイント還元とかを狙ってる方は無理に参加する必要はないのでそこはご安心くださいでちょっと続き戻りまして応募条件とか応募方法なんですけどもしっかりとあります キャンペーン期間中、先ほどお伝えした日付ですね。ページのご利用1回あたりの金額が税込み500円以上で応募できますということですので、まあ、この金額以下の場合は対象とならないので気をつけてください。1、ページを税込み500円以上利用するインターネットバンキング、モバイルバンキング、ATM 等からページ支払いをするということ。2、ページ1万円が 100名様に5000円が400名様に当たるキャンペーンのキャンペーンサイトにアクセスしてキャンペーンサイトから必要事項を記入、選択、利用規約に同意の上応募するという。これちょっと後ほど僕もやってみたいと思います。 で、かつですね、お一人様何回でも応募できますということですので、まあ、支払いが結構ね、その払い込み書とかが手元にあれば、まあ、何回でも応募することができるので、まあ、それが行った上でチャンスが広がるかどうかっていうのはちょっとわかんないんですけども、もし手元にあればね、まあ、支払うついでに参加してみてもいいと思います。で、当選発表に関しては、厳正なる抽選の上、商品の発送を持って返させていただきますということですね。で、当選された方の通知に関しては、2021年3月以降を予定しているということですので、まあ、忘れた頃に当選発表があるで ののかななと思いますす、まあ、抽選にはなるんですけどもこのキャンンペーンちょっとワクワクしますよねちなみにペイジーの使い方みたいなのもしっかりと公式ページもありまして、まあ、例えばその金融機関の ATM で支払う場合のやり方はこんな風になりますよということと、まあ、インターネットバンキングを使っての場合はこんな風になりますよということもしっかりと確認することができます。まあ、例えば まあ、ゆうちょ銀行もページに対応してたりするので、ページの、まあ、ゆうちょの ATM からも行うこともできますし、もちろん地方銀行とか、まあ僕の場合はもう全然使ってはないんですけども、西日本主治銀行というのが福岡にあるんですが、まあそこもね、ページに対応してたりするので、まあ基本的にどこの金融機関もある程度対応してるのかなと思います。僕は今回ですね、三井住友銀行を使ってページで支払いをしてみたので、まあちょっとそちらを見ていただければと思うんですが、これは今出てるのは三井住友銀行のアプリですね。そこから、 ここにですね、税金各種料金の払い込みということで、ページのアイコンがですね、ここにあるので、ここをタップします。そうすると、税金各種料金の払い込みということで、ページで支払うというのが一番上にあるので、ここをタップします。そしたら、三井住友銀行で、ページの支払いの画面が出てくるので、まあ、ここにですね、収納期間番号というのがあるので、 ここで、払い込み書に記載されている番号を入力します。で、うまく入力ができまして、画面を下に下がると、ここに払い込み内容の入力へというのがあるので、ここをタップします。そして、こちらもですね、払い込み書に記載されている納付番号と確認番号、それぞれを入力していただいて、あとは、三井住友銀行の場合は、ワンタイムパスワードを入力する必要があるので、 ここに入力した後に払い込み実行というところをタップしていただければ、これで払い込みの受付が完了しましたということで、めちゃくちゃシンプルで簡単です。ですけども、ま、ページの場合はサクッと支払えるのがすごい良いところなんですけども、特にそういったポイント還元とかそういったものはないので、そこは気をつけてください。今僕が行った操作というのは、ここの払い込み書を使って、ま、この先ほどのインターネットバンキングから支払うことができたので、今度はここの 今すぐ応募というのが必要となります。これを行わないとキャンペーンに参加できませんので気をつけてください。で、応募のフォームが出てきますんで、ここでまず利用した日を入力します。今回僕は2020年の、えー、12月の27に行ったので、12月27で、三井住友銀行ですね。もうすでに入力してました。で、次にですね、お支払いの金額と支払い先の企業団体名をここに入力します。 で、あとは収納期間番号ですね。ここも入力します。ちょっとここ個人情報入力するんで、一旦飛ばします。で、入力を終えたら次にお名前、振り仮名、性別、年齢、職業、メールアドレス、郵便番号、都道府県、まあ住所ですね。で、あと電話番号まで入力してください。 で、続きまして、次にアンケートの項目なんですけども、今回のこのキャンペーン何で知りましたかっていう風に、まあ出てくるんですけども、これまあ必須となってるみたいなんで、まあ僕の場合ちょっとですね、まあ今回はこのその他のジャンルで、まあ PR タイムスっていうページで知ったので、まあこれ何でも入れていいと思います。まあですけども、まあ僕のね、視聴者さんはぜひともね、ゆずひこチャンネル、かっこ YouTube と入れていただくと、まあちょっと面白いのかなと思います。まあ全然無理に入れなくてもいいんですけども、勝手に宣伝してるみたいな感じでね、あの、ペイジーさんから企業案件が来たら、ちょっと面白いか もちろん、かからなくても結構です。で、気を取り直して、このまま PR タイム数で入れて、ページをどのように利用してますか、または利用してますか、という複数回答か、これも必須みたいなので、えっと、僕はスマートフォンからですね、使ってると。であ、あなたはページ何回利用したことがありますかもう11回以上、もう何回も使ってますね。ページを利用した理由は何ですかということで、 まあ今回はもう素直にキャンペーンが開催されてるからですね。まあ、あとは時間や場所気にして使えるから、まあ、これが本当に大きいですかね。結構深夜帯でも、あ、忘れてるっていう時もあったらですね、もうサクッと支払うことができるんで、すごく便利だったりします。ページについて便利だと思う点や改善してほしい点。とても便利で大変助かっています。まあ、ちょっとね、ごまを吸っておきます。 で、ページに関するメールを受け取る。で、利用キックに同意する。で、あとは確認を押すと。で、確認画面が出てくるので、これで問題なければ、メールを受け取るも、これも確認できましたら、あとは送信ですね。はい。ということで、応募完了ご応募ありがとうございました。ということで、これで当たってくれたらね、めちゃくちゃテンション上がりますね。 まあそんなこんなで今回はページを使って支払えばもしかすると1万円もしくは5000円が当たるかもしれないというキャンペーンについて簡単ではありましたけどもお伝えさせていただきました。 ま、先ほどもね、ちょっと動画でお伝えしましたが、ま、やっぱページを使って支払ってることは多いけども、こういったキャンペーンが合ってるのっていうのは、あんまり知られてはないんじゃないかなと思うんですよ。まあ、もしかすると、まあ、普通に ATM とかにこの画面が出てきてるかもしれないですし、何かしらの広告とか CM とかで知ってる方も多いのかなって思ってるんですけども、まだ僕自身はそんなに見かけることが今のとこなかったので、まあ、今回は1個しか。 応募はしてないんですけども、もうこれが当たったら結構テンションが上がるんじゃないかなというふうに思っております。で、先ほどもお伝えしたように、ポイント還元とか狙ってる方は無理に参加する必要はないので、気になる方はぜひとも、下の概要欄のリンクをチェックしていただいた上で参加してみるのもいいのかなというふうに思っております。ということで、本日の動画は以上ですご視聴どうもありがとうございました。